とりあえず準備、はいはい、ドローン OK、 予備 OK、 はい、フラッグ、そしてハドル、うん、はい、これあれだ。さて、やってまいりましたね、またカヤックフィッシング内房です。やってきましたね。前回はね、おそらくいい兆候の、動画をだと思うんですけど、自分で言うな、自分なりに結構楽しい釣りができた兆候をお届けできたと思うんですけど、今回もそんな風にいい兆候できればいいですね。そりゃそう。でね、今日ね、前もねご一緒したインスタのフォロワーさん、神さんがね、まあちょっとね、昨日おとといでちょっとやり取りして、こっち来るっていうんで、もうすでにね、どこか浮かんでるでしょう、ね、先行きますってさっき私はちょっとね用意をもたもたして、もたもたするな。今日はね、とりあえずまずは沖に点在する根回りをね、ふむ、まずやってみましょう。よっしゃ、はい、グローブもして、もうちょっとお乳グローブです。お乳って振るない今日ね、違うグローブ、もまあ、いつものグローブを持ってきてたんですけど、なんかね非常にね香ばしい香りがしましたんでね。でそれがですね、でちょっとね、あの釣り具屋さん途中寄って、まあ、ちょっと新しい、まあ、このねグローブ買って、その香ばしい匂いのやつは、処分しました。しゃあない。さあ、じゃあ出て右側の方の沖の根行きますかね。そこで青物、また前もねベイトがいて青物、ちょっと時期忘れましたけど、水深30メートル、20メートルぐらいかから一気にね、10メートルぐらいまでね、島があるんですよ。アトランティス。そこのね壁なってるところで確かね、ジグの早巻きで釣った記憶があります。うん、狙ったというよりも回収したら食ってきたってやつですね、俗に言う。俗に言う。今そのポジションをね、これから向かいたいと思います。アトランティス。最近はもうほんとやっぱエースですね、ワーシャ。そりゃそう。でこのワーシャに結ぶのは、うん、60g のイワシカラーの TG ベイト。そこの箱も変わってない。ピロピロついてます。ピロピロ、うん、ブレードがついてます。まあバーチカルに落としましょうか。下がねゴツゴツした下根になってます。そのね、5、6メートル上にちょっとね大きな反応が余談にありましたんで、私のジグが、はい、着底、はい、着底、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20回巻いて、うわーっと落とす、落ちた、はい、じゃあ次ゆっくりと、2、3、4、早遅く動く。今これはちょうど半分まで見えるかな。そうこれね、編集に言われたんだよね、これ見えないですよって言った。じゃあ大きくしようか画面ね。これジグですね、私の変わらんちん。19、20、はい、落とします。またこれもっと近づけ、山になりましたね。これ私のジグですね、 TG ベイトです。これ見えるかい、編集君見えるかい。この画角で撮ってほしいな。はい、着底しました。1で、この下にジャミジャミしてるのが多分なんかサンゴとかね、岩についたなんか海藻とかそういうのだと思います。で一番下はこれ地底、あの海底ですよね、うん、まあ真ん中ぐらいまでしゃくればちょうど今水深15メートルまで。今日ね、200の端子、200の振動子の端子しか使ってないんで、50ヘルツであればもうちょっとね広範囲にこう映ると思うんですけど、200ってね結構ねほんとピンポイントのね、このカヤックぐらいの真下しか見てないんじゃないかな。まあ水深によりますけど、まあ30メートルぐらいだと、ね、ちょっと反応ありませんね。ジグパラの50、お、なんか反応あるぞ。下の方にも反応あって、上の方にね何かしら大きな反応が。よっしゃー、じゃあちょっとベイトらしき反応、そこの方にずっとねある反応、これがね何なのか、一体全体何なのか、何なんだっていう。なのでもうね、いや、いかんよ、早急にちょっと今ジグサビキでも用意するか。はい、
うん、ちょっとやっぱ小型のサビキの方がいいんだよな。ってことで今日昨日買ってくれて用意したやつ出てこいや。懐かしい。エソイヤ。ジョイマンかな。出てこいや。よし、これで。しつこいな。はい。三連のサビキかな。投げサビキ。で、さっきのポイントに戻ると。もうこの辺ちょこちょこっとなんかあるから。とりあえず。サビキ落とします。へえ。サビキにヒット。はやサビキにヒット。でもアジじゃない。ギス？サバ？今日のファーストフィッシュ。はい、安定のエソでした。エソか。赤エソですね。はい、バイバイ。はい、バイバイ。先ほどのベイトのボールとかあったところの10メートルラインなんか、うん、下にもあるね。なんか下に、あ、下に反応あるね。下に、下に。ここからちょっと流してもらおう。しよう。お、これはなんだ？お、結構しなっとる。来ましたよ。あ、でもアジじゃねえな。いや、わかんない。アジかもしんない。フグかもな。エッソ。うわ、エッソー。さすが安定のエソさん。何が味だよ。唐突なジラグー。やべえ、そ、入れ食い。まだ2匹やろ。しかも、あ、ちょっと待って、君待って、君待って。はい、出てきた。ちょっと待った。そんなローリングしない、ローリングしない、ローリングしない。上がった、上がった。はい、バイバイ。ねえ、美味しいらしいけどね。けどなんや。私は食べるなら味がいいな。そりゃそう。ねえ、約大きいので1メートルあるんじゃない？このうねり、ほら。波強いんか？おい。お、お、すごいすごいすごい。20メートルぐらいなんか。反応、お、すげえ反応あるぞ。狙い撃て。のに、サビキには反応しない。なぜ？今ちょうど16、15メートルラインとかね、流してるのにね。うまく20メートルちゃうんか。サビキで反応しないやつか。誰なんやろ。よいしょ。なんか、ん、ん、なんでしょう。かかってたんか。お、あ、エソ、エソっぺいな。でも結構、結構引くぞ。結構引くけど、お、エソ。引くエソだった。これでかくね、赤エソ。お、まるまる太ってる。おい、でかいね。でか赤エソね、よし。でかい。ファンキーさんどう？でかい？でもまあバイバイします。はい、バイバイ。はい。そうなんか。今日はなんかエソ、三連エソですね。変えてるのにね。ちょっと待って、探すか魚を。最初からせいや。20メートルぐらいちょっと出してラインを。そしてちょっとこの辺こうして置き竿にしてちょっと。動くで、俺が。他に誰が動くんや。おお、結構結構うねってますね。ちょっとこれ沖出るの怖えな。出ない勇気やね。お、どうした。ちょっと待って待って待って、プレイバックプレイバック。なんかすごい爆発みたいな。あそこベイトいるね。ちょっとちょっと待って、状況がパッと変わったぞ。ガラッとちゃうんか。ほら、そこに、そこジャミジャミしてベイトがいる。ジャミジャミ。ちょっとこの、今 TG 投げてみようか。いいじゃないこれ。ほら、言い直すのを諦めるな。ちょっと TG にしよう。結局ボイルしてるからといって表層じゃなくて投げて、塾講師みたいな喋り。斜めに。ああ、なんだろうな、ビビってるだけかな。何が。稲っこが。魚がビビる。あ、走った。あ、切れた。あれ、どうした。ちょっと待って待って。あ、切られた。あ、切られた。 TG 結局あれかな、カッターかな。ヤマト、うん、
いや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 、トップやってみよう。今日はいろいろやるな。もしかしたらガボって下から突き上げて出てくる可能性もなきにしもあらず。可能性だけなら無限大。出た出た出たよ出たよ。よし、本当に来た。トップで出た。なんでしょう。あれ出てるよね。よし、でかいね。走らせ走らせ走る。おお、あー、危ない危ない。なになになに、なんかでも青物じゃないっぽいぞ。なんだ。あ、あ、外れた。あ、外れてった。あ、外れちゃった。なんだったんでしょう。迷宮エリア。フッキング甘かったのかな。なんか青物じゃない。んー、ちょっとわからないけど、もう一回やろう。これは車でやろう。でもトップに出るフィッシュイーターって言ったらなんだろう。青物シーバス、あとはシーラ、シーラかな、もしかしたら。うん、そんな重量感あった感じじゃなかったからね。ドラグすごかったけどね。いやー、バラしちゃったね。せっかくトップで遊んでくれたのにね。残念。ちょっとフッキングが、確かこれバーブレス。あー、これもバーブレスだ。あー、そうだ、シーバス用にバーブレスにしてたんだね、これね。トップは言い訳を、もっと強引にやってもよかったんかな。でも強引にやるとさっきみたいなね、ほら、あのサゴシカッターみたいな感じでプツッとね、歯で切れちゃったりするのかなと思って、ちょっとね慎重にやってたんだけど、ちょっと青物とは違う感じだったからね。ふむ、なんかドキドキするよね、このすごいうねりの中をトップが、トップウォーターのプラグがね、こうこういうね、アクションしてるとさ、バンバンってこう GT かなんか出そうですよね。よくね、釣りビジョンなんかでやってるね。出た出た出た。そして鳴り止まないドラグっていうのを、そんなことを今想像しながら、妄想をバシャンバシャンってこう出てほしいなって思ってます。よし、池ミドキン。皆さんがね絶賛するミドキン、俺あんましミドキンでいい思いしたことないんだよな。 TG のミドキン60ですね。それか、水深 15m なんでね、10回ぐらい巻いたら落とす。おお、あー、今エソかな。エソだね。エソならいらないみたいな態度。ロロロロってきたね。フォールで追ってきて、あー、ダメですね。嘆きおじさん。お、来た。おっと、これは何でしょう。エソだね。僕もそう思う。はい、ゴン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 って来てます。はい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 。さあ、見えてくるのは、はい、エソですよ。エソが見えてきますよ。エソと言っていけば、はい、大体 OK。 エソ、テンション低。今日は何匹目でしょうか。4匹目かな。せやね、はい、これは、はい、バイバーイ。やべ、今日釣れねえ釣れねえ。エソは釣れとるやろ。今日釣れねえ。どうした。あー、いや、魚がいません。本当？なんでカメラが止まってる時に来るんですか。今ちょっと熱暴走でね、カメラ止めてたんですよ。エヴァみたいなもん。さあ、エソ？エソっぺーな。シルエットがもう。ああ、エソか。いや、エソならいい。なんだ、マゴチかと思ったけど、エソだった。じゃあいいや。エソだらけやな。ああ、全然釣れません。さあ、ちょっとね、ベイトがいないんですよね。ベイトがいなきゃフィッシュイーターはいないと。当たり前おじさん。わかんないですけどね、頭の悪いお魚さんはいるかもしれないですけど、基本やっぱね、ベイトの近く、
射程距離に入るところにいたりするんじゃないですか。そりゃそう。来ましたね。何がどうですか。ぼちぼち青物ですか。シーラ。おお。入ってます。さっきのシーラかな。そっか。おいねえ。ジグですか。ありがとうございます。じゃあさっきのシーラだね。さっきのつうか朝の俺のこのトップに出てくれたやつは。ちょっとね風もね吹いてきたんでね、今日の調光終わりにしようかな。朝からね5時前から、出廷して今は10ごめんなさい今10時、もうすぐ11時ですね。ちょっとね不甲斐ないですね今回は。前回がね良かっただけにね今回それ以上をってね、期待してたんですけどね。毎回うまくはいかんやろ。いやー朝一一本多分トップで出てくれたのはねまひまひだと思うんですけどね残念で。あとはね釣れると言ったらエソエソばっかし。ほんとあの向かい風吹いてきたんでこのまま、戻ろうと思います。それでね今日ね、サップの方かなあとボートの方も、2馬力ボートじゃなくてエレキかなんか積んでるボートの方もいたんですけどねフラッグつけてなかったんですよ。ビーチないでね遊ぶ分なら全然フラッグとかいらないと思うんですけどちょっとねやっぱね、500m ぐらい出て沖合に出るんであればぜひともねフラッグをつけて。で今日はあの午前中ねかなりのうねりが入ったんですよ。言ってたね。多分1メートルぐらい以上ねうねりがあるんでもうすっぽりね隠れちゃうんですよそうなると。ただねああいううねりの時でねやっぱちょっと沖合出るとですねほんとねフラッグとか、最低限つけてないとですね他のね漁船さんとかに発見されにくくなるんでねぜひともね、つけてほしいなとは思います、一応ねそういうね安全面をね最低限、やってから遊んでほしいなと、おじさんは思いました。以上おじさんからの注意喚起でした。南房総カヤックフィッシング今日はダメダメな日でした、それでは、それでもいいねを押してほしいなという気持ちはあるけどまあしょうがない。また次はね、もう夏の魚シーラジャンプを、見せたいな。それではまた、次回お会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャラララ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 。